聞こえく遠い遠い波音、遥か遥か西への夢の化石歌うよ Be silent。 遥か遥かな時の流れ、刻まれた心、幾千万の体より蘇る古代の光、求め求めて山ぬろまぬ幻の肥後を求め旅立つ骨熱の人類に記憶された文明の歴史はたかだか数千年、その数万年先の遥かな昔に数々の謎とともに存在した大秘宝クワスチカが今なお地球のどこかに眠っていることを知る者は少ない。21世紀の終わり、考古学のアマチュア研究家達也乱道は大秘宝クワスチカとその謎に迫ろうとしたが、地底の空洞に数十万年の間闇の文明を受け継いできたゴブリン一族に知られ襲撃を受けた。達也乱道と5人の子供たちはかねての秘宝探索用に作られていたアクロバンチに乗り込んで廃墟と化したふるさとを後にした。これは古代のロマンを求めて夢と情熱と冒険の旅に出たチャレンジャーたちの物語である。見てみろ、これが現在の俺たちのネグラ兼砦のアクロバンチの状態だ。ここが今いるリビング、ダイニング、そして作戦室と万能ルームだ。そしてこの下が寝室ってわけだ。そしてこのメカの最大の特徴、このコックピットを包む原子磁力がいかなる回転や振動に対してもアクロバンチを常に一定に保たせている。つまり宇宙空間であろうとこれが人工の重力を作り出すというわけだ。うわあ、それスーパーバイクじゃない。そうさ、バイク型パーツ、バンチャーアローが腕の部分に2体、さらにこのスーパー型のバンチャーホーネットが足の部分に2体、とどめはこのリーサ型の母船ファルコンバンチャーだ。アクロバンチはこの5つのメカがアクロバットのように分離と合体を自在に繰り返すことができる。考えたものね、父さん。このアクロバンチの設計当時、私の頭の中はお前たちと一緒に大秘宝クワスチカを探しに出かける夢でいっぱいだったのさ。皮肉なもんだ、親父の夢の通り一家揃ってこのアクロバンチに乗り込めたけど代償が大きすぎちまった。お前の言う通りだよ。家も会場、農場も何もかも失って焼け出されるとはな、まったく。だけど焼け出されちゃったことを今さらくよくよしてみたって始まらないじゃない。その通り、父さん、クワスチカを探す限り俺たちを襲ったあのゴブリン結社の UFO はまた現れるに違いないさ。そうだぜ、奴らと戦う準備とチームプレーだけは今のうちにトレーニングしといた方がいい。私はバンチアローをいただき、私も。ということは俺とリョウはバンチャーホーネットだ。オッケー。だけど銃のやつはどうする。勝手に決めちまうと怒るに決まってるぜ。あいつ、なーに、あいつはまだおねんねだからパパに任せようや。パパにな。パパだと。そう、パパ。オッケーオッケー、わかった。ジュンは私と一緒にファルコンバンチャーに乗せるからいいさ。でもあのジュンがパパの保護付きで納得するかどうかよね。
パパ、追い出されちゃうかもよ。ざっとこんなもんだい。ジュン、とりあえず今日の晩飯はマスのステーキ5分の1で我慢我慢。何しろ焼け出されちゃったんだから。よしてよ、マス一匹5人で食べるなんて。その上私お魚弱いんだ。そうは言っちゃってくれちゃうけど、これでもうんと苦労したんだぜ。大地、今晩何食うんだよ。さあ、晩飯前にバンチトレーニングの拝見だ。行くぞ。スタンバイ OK。 こっちもオーライ。スタンバイ完了。同じく完了。アタック、バンチアウト。この次は肝心だ。行くぞ、アタック、セットブローバンチ。嫁入り前の娘がなんてこった。ああ、こんな塩梅じゃゴブリンの奴らと互角に渡り合うことさえおぼつかんな。気に入らねえな。いつの間に決めたんだよ。どうして俺と父さんが一緒で兄さんたちは一台ずつなんだよ。そう怒るなって。お前には父さんのそばにいて助けてやってもらいたいんだよ。俺が父さんを助ける？へえ。嘘だろ、調子が良すぎだ。本当だ、ジュン。このファルコン番長は一人じゃとても動かしきれんのだ。お前の助けがいる。それにいざとなればお前にはどのメカでも動かせるようになってもらわねばならん。引き分けろ、ジュン。それじゃあ今すぐ俺にヒロ兄さんのメカを貸してちょ。こいつか。このバンチャーホーネットを今すぐにか。そうさ、みんなの共通の持ち物だからね。父さん。いいじゃないか、ヒロ。ちょっとぐらい貸してやれ。そうすりゃ気が収まるんだから。のう、ジュン。どうぞお使いなさい。さすが兄貴、そういう素直な態度が愛を呼ぶ。分かってんね。ジュン、ちょうどよかった。そいつを転がすんならミキと一緒にバンフの町まで今晩の食料を仕入れてきてくれや。ちょっと待ってよ。どうして私が行かなきゃならないの？
これとこれと、これもっと、だった。いくらなんでも買い込みすぎよ。腹が減っては戦はできぬってね。まあ調子いいの。ほい、入った。終わった、たたたたたた。ジュン。はいで。たたたたたたた。あ。え？はあ。は？ないのか。は、いまだに。この三景には少なくとも三つのポイントが桑須地下の謎と関連しているはずなのだ。知性本部からの指示は？ございません。やむを得ぬ。一旦デーロス様の神殿に帰還する。はっ。ああ、あれは確かに俺たちを襲った奴らだ。見間違えるもんか。でもどうしてこんなところまで。やばい、ひょっとしたら父さんたちが。大いなる宇宙の流れが今宵またこのデーロスに大秘宝クワスチカを示そうと告げておる。ゲード三景の南、四天王を入れよ。はは。いよ、宇宙の運行の指し示す地点を。カスケード三景南に位置するシェスタさん、うん、その通りだ。あそこはこの赤軍機アガユの持ち場、つい今し方まで探索しておりました場所でございます。ぜひともこのアガユが、よかろう、お前に任せる。は、デーロス様。焦るな、他の者たちはこのデーロスの計画通り探索を続けるのだ。大秘宝クワスチカの出現に関しては数々の罠が太古の昔より張り巡らされておる。過去数万年の間、我々ゴブリンが地底の生活に甘んじながら幾度かその罠に陥った教訓を忘れるでない。大宇宙が我々に教える秘宝クワスチカの在りかは、それゆえに心してかからねばならん。我らが本物のクワスチカを手中にしたとき、我々ゴブリンは一瞬にして地上の人類にとって変わるのだ。我らが目的はただ一つ、人類に悟られることなく秘宝クワスチカを手に収めること。クワスチカの出現は今から残りあと339日足らずだ。世界中のどの地点からも一瞬たりとも目を離してはならん。行け、行って何時らの務めを行え。地底ゴブリン数十万年の悲願をこのデーロスが必ずやクワスチカを手に入れて地上の人類にとって変わってみせようぞ。この辺りに奴らがうろつき回ってるぜ。バーフの町で目撃したのよ、例の UFO を。 UFO？ 本当か。ああ、
だから俺たちてっきりここが襲われてるんじゃないかって。お父さんたち、こんなところに集まって何してるの？例の破片が急に反応し始めたんで分析だ。まさかこの破片がこんな役目を秘めていたとは。この明滅している山は、カスケード山系の南にあるシェスタ山だ。シェスタ山？なんかあるのかな。まさか大秘宝クワッチか。行こう、行ってこの目で確かめよう。待て！やっぱりシェスタさんか。シェスタさんといえば1932年のロサンゼルスタイムズの記事が有名だ。ロー天文台のラーキン教授がシェスタさんの開口を望遠鏡で覗いて、山頂にピカピカ光る大理石とメノーの神殿を発見したと発表したが、その後の調査では全くの作り話ということでチョンになっている。見ろ、山頂が光ってる。噴火でもするんじゃないの。いや、そんなはずはない。シェスタは鹿山のはずだ。神殿か。綺麗だ。よし、早速調べてみよう。おいでなすったな。この前の UFO だ。何者か知らぬが、クワスチカに近づく者はこのアガイルが容赦せぬわい。父さん、どうやら読めたぜ。奴ら俺たちがクワスチカの秘密に近づくのがお気に召さないようだ。よし、こうなったらやってろうじゃないの。この前の礼をたっぷり返してやる。よし、行くぞみんな。オッケー、オッ、はい、はい、行け。アクロバンチ、ゴー。クロバンチだと？こしゃくな。カモン、一気に撃ち落としてしまえ。一発外した。おう。喜ぶのはまだ早い。あれだ、今のうちにあの神殿の宝物を奪い、クワスチカの謎が解けるはずだ。神殿の中に。何？今頃気がついても後の祭りよ。されい！
消えていく。何が、何が起こったんだ。しかし驚いたな。あれがクワスチカの呪いというやつかもしれん。呪い？ああそうだ。秘宝クワスチカには容易に近づけない。つまり罠が張り巡らされているということさ。いくらでも罠を張ればいいさ。何しろこっちにはパパの作った地上最強のメカアクロバンチがあるもんな。こいつ言ってくれるぜ。その通りだよジュン。そう、強い味方があったのだ。幾千万年の彼方より蘇るという大秘宝クワスチカ。それは大いなるロマンと底知れぬ呪いを秘めつつ彼らを呼んでいる。少女アタワの土笛が古代インカの遺跡に響くとき、黄金の大宝殿が地の底で光り輝く。あれがクワスチカなのか。次回、魔境伝説アクロバンチ、夢と情熱の旅へ彼らは向かう。波のキララ眩しい純よ、君は素敵に生きて、強く強く強くひたすらに走れ走れ走れ、ああ君の笑顔が命の命の命のまばゆさ、おおああ走れ純走れ。